つんくさんとのエピソード、うん、俺ちょうど、アサヤンっていう番組を、の、なんだろう、審査員やらせてもらっていて、なんでやったかっていうと、小室さんがやっていて、その後、小室さんが忙しいから、その後の半年だっけな、松浦君やってくれって言われて、で、やったんだよね。うん。それで、僕が半年終わって、その後がつんくんになって、で、つんくんが朝になって、モーニング娘。か、をやり出した頃に、一回ご飯を食べたことがあって、うん、僕やってた時はさ、なんか、あんまり、うん、僕、まあ俺の見る目がないんだと思うんだけど、なんかあんまりいい子いないなって思ってたんだけど、つんくんどうって聞いたら、いや、結構いい子いるよって言って、結局モーニング娘。を作るんだから、やっぱすごいなって思いますよ。で、まあその後、うん、たまに会ったりしてたけど、うん、なんかたまたまね、あゆがデビューして、あゆのドラマの主題歌っていうのが回ってきた時に、ドラマのプロデューサー、フジテレビのプロデューサーの人が、つんくさんでどうですかっていう風になって、で、つんくの曲、ラブだよね、ラブで作ってもらって、で結局、うん、そこからはまあ何百曲も作ってるわけだけど、俺が一番好きな曲は、ズンクのラブだっていうのも、まあなんか、因縁でも何でもないけど、うん。で、ズンクは、なんか、病気になっちゃってさ、で、うん。俺の会社に訪ねてきたことがあって、で、まあね、一生懸命喋るんだし、喋れないんだけど、喋ってくれるね。まあ聞きづらいけど、聞いてて、ああ、うん。なんかその時聞いたことがさ、なんか、っていうこともあって、多分今彼ハワイにいるんじゃないかな。うん、で、俺もハワイよく行くから、まあ、なんか、うん、行ったら、ハワイ行ったら、会おうなんていつも思ってるんだけど、俺もハワイ行けば行ったり忙しいから、まあ、会えてないんだけど、次ハワイ行ったら、うん、待ってみようかなっていうふうになんか思ってます。なんかね、うん、実力はし、なんかさ、やっぱりあんだけのボーカリストの人がさ、うん、喉を痛めて歌を歌えなくなっちゃうっていうのは、やっぱりものすごい、うん、辛い、すごい辛いものがあったと思うんだよね。うん、まあ、うん、そんな、なんかそんな感じですね、つんくとの。つんくとのっていうか、うん。思い出というか、なんて言うんだろう。まだこれから思い出は作っていくもんだと思うんで、お互いまだ、うん、それほどな年でもないんでね、うん。なんてね、まあ、ごまきが出てきた時もね、びっくりしたよね、俺、ちょうどテレビ出て。あ、この子いいやと思ってさ、つんくのマネージャーに電話したんだけど、実はもう決まっちゃってるんですよっていう、ふうに聞いて、あ、やっぱそうなんだって思った。だけど、うん、なんか、うん、今、何かこうやって繋がっているのもなんか面白いなっていう感じがしますけどね。